はい、どうも、こんにちは、キトです。ダイス学のシャープ15で、群に関しての話で、今回は弦の位数と呼ばれる概念に関して見ていきたいと思います。で、前回、巡回群と呼ばれるような話をしたんですけれども、まあ、実はそこに繋がってくるような話なんですけれども、定義としては、群 G に対して、まあ、ちょっと、G というのを群として、その弦 A に対して、A の N 乗イコール E となる、まあ、0以上の、1以上の N っていうのが存在するとき、N を、その最小の N を、一番小さい N を AA の位数というふうに言います。で、このような N が、このような N が存在しない。この時に、A の位数として、A の位数を、まあ、無限として定義しましょうね。というのが、この位数と呼ばれる概念の定義であります。で、例を見てあげると、まず一番、簡単な例っていうのが、まあ、どんな群でもいいんですけど、単位弦というのがありました。で、E の1乗っていうのが E なので、E の位数は1ですよと。その同じものを繰り返しかけて単位弦になる一番最初の瞬間を N というふうにしましょうねというような話であります。で、まあ当たり前なんですけれども、A という G の弦がの位数が1。位数が1だったら A の1乗が E なので、まあ要するに A っていうのは単位弦ですよ。ここから何が言えるのかというと、単位弦の位数は1だし、位数が1だったら単位弦だよ。つまり群の中で位数が1という風に指定したら、もうそれは単位弦1個に定まりますよということを表しております。はい。で、例の2つ目として、じゃあ Z バツという風に書くと、これがプラマ1で演算掛け算でしたが、まあ、その弦にマイナス1というのがあります。で、マイナス1の1乗っていうのは1ではないので、単位弦ではなくて、マイナス1の次乗っていうのは単位弦1と一致するので、マイナス1の位数は2ですよと。で、他に、じゃあ C バツ。複素数の中で掛け算を演算したときに、虚数 i というのがあると思うんですけれども、i っていうのは当然単位弦1ではなくて、i 次乗っていうのはマイナス1なので1ではなくて、i 3乗っていうのはマイナス i なので1ではなくて、i 4乗っていうのが初めて1になるので、i の位数は4ですよと。まあ、ここら辺まで来るとなんとなく何を表しているのかが見えてくるのかと思います。はい。で、じゃあ4つ目の例として、z というふうに書くと普通の整数ですが、まあ、何でもいいんですけど、まあ、まあ、1というふうに、z の弦1というのがありますが、これは掛け算の、掛け算ではなく足し算で考えているので、単位弦は0です。1は単位弦ではないんですけれども、ここで、まあ、この表記だと、a の n 乗っていうのは、A を繰り返し N 回演算を行いましたよということなんですけれども、これには足し算を行うので、まあ、要するに、こういうことですね。N、N 個足してあげるよと。すなわちこれは N なんですけれども、それが0となるような、単位弦0となるような N っていうのは存在しない。つまり、1の位数っていうのは、無限ですよというような感じで、まあ、こんな感じで位数というのを定めてあげましょうねというのがここでの弦の位数と呼ばれる話であります。で、プロポジションで A という A、G の弦 A に対して、A の位数というのを D というふうにしましょう。で、これはまあ有限だというふうにしましょう。とすると、何回か施して E となる。要するに A の N 乗がE となると呼ばれることと同値として D は、N は D の倍数 N は D の倍数であるよというような性質が成り立ちます。まあこれはほとんど明らかなんですけど、まあ一応ちょっと証明をしておきましょうねということで、まあ要するにここから何が言えるのか、まあこの話は後でしましょうか。まあ先にとりあえず証明すると、じゃあまず N 乗して E だったら N っていうのは D の倍数であるよというような話で、まあ、N を D で割りましょう。D で割って N イコール、DQ 足す R みたいな感じで、 R というのは余りなので、0以上 D より小さいと。なので、じゃあ A の N 乗っていうのは A の
DQ プラス R で、A の D 乗の Q 乗かける A の R 乗で、A の D 乗は E の E なので E の Q 乗かける A の R 乗で、これは A の R 乗で、今左を仮定しました。そうすると、A の R 乗が E ですよと。もし R が0じゃなければ、R が0じゃなければ、D の定義に矛盾。D の定義というのは、A の位数でした。何とか乗して単位円となるような一番小さいやつだったんだけれども、D より小さいやつで、しかも1以上のやつとして存在するので、R が、まあ、位数というか、より小さくて E となるやつ、なるようなものが存在してしまいますので、R が0じゃない。よって R というのは0というふうになるので、R が0ということは、A の N 乗、N イコール、N イコール DQ というふうな形で書けるので、N は D の倍数だよということでおしまい。逆側はまあほぼパッと出てきて、N イコールまあ DQ という形で書けるので、A の DQ 乗っていうのは A の D 乗の Q 乗なので、まあこれは E ですよということで、右ならば左も言えましたよということで、例えばこんなような命題が成り立ちます。で、つまりこれ何を表しているのかというと、まあとりあえず何とか乗して、E となるようなやつっていうのを見つけられたら、位数っていうのを調べるときには、まあ、その約数で考えてあげればもういいですよということを表していて、まあ、なんか、実際には順番で1乗、2乗、3乗、4乗というふうに調べていくかもしれませんが、仮になんか、うまいような形をしていたりして、とりあえず、X の N 乗っていうのが E となるということは、となることが、まあ、とりあえずはわかると。じゃあ、X の位数を知りたければ、まあ、N の約数で探せばよいみたいな。約数で探せばよいみたいな。みたいなことを保証してくれているようなものであります。はい。で、次のプロポジション。で、これが前回との絡みになってくるんですけれども、A っていうのを群 G の元として、A の位数っていうのを AD というふうにしましょう。で、この時に A で生成される群というのがあって、その弦の位数、弦の位数ではなく、それを、その群の位数、要するにその群に含まれる弦の数っていうのと、A の位数っていうのは同じですよ。なので、まあ、ここで位数という概念が、群の位数っていうのと、A の位数と呼ばれることで、同じ用語なんですけれども、まあ別の意味で、使っているわけであります。で、まあもちろん、群か弦かっていうのは、まあ区別できますので、別にその位数というふうに言ったところで、主語が何の位数なのかということが分かれば別に混乱は生じることはないんですけれども、まあおそらく位数というふうに同じ用語を使うのは、まあこういう関係があるから。で、弦の位数っていうのは、それで生成される部分群の位数であるというのと同じだということを主張しているので、はい。ということをまあ主張しているのがこれであります。で、プルーフとして、とりあえず今、A の D 乗イコール、E だということは保証されていて、で、ここで A っていうのは何だったのかというと、E、A、A 次乗、点点点点点っていうようなものと、あとは A のマイナス1、マイナス2、点点点点点。要するに、こういうようなものを全部集めてきましたよっていうのが、この定義でありました。なので、この A の、A の N 乗が E となるようなものっていうのは、まあ、この形と、まあ、割と相性がいいわけで、まあ、もうちょっと正確に言うと、まあ、A の、まあ、M 乗というふうにしましょうか。この中には A の何とか乗というふうな形で書かれているんだけれども、M っていうのを、D で割り算して、M イコール QD プラス R というふうにしましょうと。そうすると、まあ今の左で書いたのと同じような話なんですけど、A の R 乗というふうに書けるよと。つまり、これ何を言っているのかというと、A の何とか乗っていうのを全部集めてきましたよっていうのはこの定義だったんだけれども、その何とか乗っていうものは、その型の数字を D で割った余りの何とか乗というふうに一致しますよということなので、つまりここにいろんなものがあって、A の M 乗みたいなものがあるんだけれども、もうそもそも A の R 乗という形で全て表すことができますよ。つまり R というものは0から、D-1 の、まあ、合計 D 個なので、
とりあえずこの D 個のどれかで表されるよということが保証されています。つまりここら辺の被りを除いて表記をしてあげると A の2乗点点点 A の D マイナス1乗少なくともこのどれかで表されるよということはここで今保証されるっていうことが分かりました。で、あとはこれっていうのはただの集合ですね。まだ被りがある可能性がある。もし被りがなければこれで D 個なので、これがちょうど D 個なのでこの弦の位数っていうのとこれが同じだということが証明できます。つまりあとはこの中で被ってさらにまあ少なくなるっていうことがないよということを証明すればよくて、なので A の I 乗と A の J 乗っていうのが同じだというふうにしましょう。で、ここっていうのは0乗から0乗から持ってきているので、まあどうしましょうか。まあこうしましょうか。まあ同じの場合も含めて、とりあえずこの中で2つ一致するというふうに仮定しましょう。そうすると i の方が小さいので e イコール a の j マイナス i 両辺に a のマイナス i 乗っていうのをまあまあ掛け算してあげると a の j マイナス i っていうのが e というふうになります。なのでj マイナス i っていうのはここで左側の命題を使いますが、 j マイナス i 乗すると e というふうになりますよ。で、椅子っていうのは D だったので、J マイナス I っていうのは D の倍数ですよということが、わかります。で、一応 J マイナス I っていうのは0以上なので、J マイナス I っていうのは、まあ、何か KD という形で、0以上なので、K っていうのは0以上という形で書くことができます。じゃあ、ここで、まあ、もうちょっと K っていうのは0以上というふうな形で書くことができて、もし K っていうのが、まあ、K が0じゃなければ、K が0じゃなければ、J-I というのが KD で、まあ、とりあえず、K っていうのは1以上なので、D 以上というふうになります。じゃあ、一方を、0から D-1 の間の、まあ、ここの間に D-1 というふうに、あるんですけれども、なので、J-I というのは、この間の I と J なんですけれども、一番 J を大きく、取ってきて、一番 J を大きく取る可能性としては D-1 で、I っていうのは一番小さく取る場合っていうのが、こいつが一番大きくなるんだけど、それが0で D-1。D 以上だけど D-1 以下ということで、まあ、とりあえず矛盾が生じますよと。つまり K が0じゃなければ矛盾するので、K が0ですよということが分かって、K が0ということは、J-I っていうのが、まあ0だったよということで、つまり、何が言えるのかというと、i イコール j ですよと。要するに、この中で被るものがあったら、もう肩の数字がもともと同じだよということを表していて、なので、これで、この形っていうのはこういうふうに書けるんだけれども、被りがないので、この d 個ですよということで、このプロポジションの証明がおしまいです。はい。ということで、こんな感じで弦の位数に関しての話をしていったわけなんですけれども、まあ結構重要なのは、この最後の命題ですかね。要するに、椅子という概念っていうのは、まあ、なんとか乗して E となる一番小さいやつというような感じで、チェックするのがある意味ではちょっと大変なわけですよね。そうとなるような一番小さいやつというような選択をしなければいけないので、まあ、何を表しているのかっていうのをつかみやすいんだけれども、じゃあ逆にこういう形で、D っていうのを表すことができるよというような話をしたら、これはもう群に関する話になるので、その弦に関しての情報っていうのが群に関しての情報に言い換えられるっていうのが、これ実際後々の、どういうふうに応用されていくのかっていう話はしていきますが、とりあえず、そういうふうに弦の椅子という概念が群の情報に言い換えられるという点で、まあ非常に有効な命題であります。はい。ということで、今回はここら辺でまた見てください。バイバイ。